それはやろうよ。なんか今さ、あの例えば学校の中でそういうのでやりましょうとかっていう話になると、アレルギーの問題があったりね、いろんな問題があって進まないこと多いのよ、うん、か、だから来てくださいにしてね、あの集まれる場所さえあれば来てくださいって言って、あ、でも今言われたように学校から配布された方が、うん、あの伝わるし、そう、安心感あるよね。なんか学校からもらうと、あらあら連絡書に入ってたりする。そうそう、いいんじゃない？そうだよね。そうだよね。うん、そうかそうか。じゃあちょっとそういうとこをいろいろ手分けして、やってみるかね。ねえねえ、うん。すごくいいと思うもん。本当に。私闇雲にね、今度ペパク来るでしょ？8月またね。でね、この辺の子供関係のイベントやってる人とかにメールとかした、うんうんうん、こういうことやってるので、うん、来ませんか、子供たち嬉しいですよみたいな、うん、どうなるか分かんないけど、投げないよりは投げた方がいいかな、誰かが何だいって言われたら、うん、それをですねって言ってでもさ、よく言うけど知ってもらうことからだからね、そうじゃないよ、その時実現しなくても、うん、そう、後からね、うん、うちはダメだけどあそこなら大丈夫だよとか結構言ってくれたりね、うん、何せこの辺下町ですからね、うん、そうだよね、あんたちょっと聞いたっていう意外とね女子がね頑張るのそういうところね、わかるわかる、口コミが一番ね、ママさん会なんかすごいんだから、なるほど ね、 ねすごいママさん会すごいね、それいい設計とかあったらね、そう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 、私も買ってんのそれ使います、ネットワークね、ママさんネットワーク、ね、保育園預けてるお母さんたちだって、なんかイベントがあったら来たいと思ってても、なかなかねチャンスがなかったりするから、ちっちゃくだっていいわけじゃない、うん、ぜひ使いましょうね、まあ、あのキンキンだとまた決まってるんですよね、スケジュールがね、そうですね、はい、9月の12日に、はい、またありますので、はい、じゃあそれに向けてのじゃあパンとか、うん、それまたあの港区のところでやるイベントだから、うん、まあ、だから続いてるから ね、うんうん、ね、まあ、なんか他の場所でもそういうご要望があれば、うん、ぜひ行っていただきたいなって、ね、はい、ね、ぜひぜひ、はい、ほらすごい喋っちゃってるんだけどさ、一回曲挟むな、そうしよう、ね、私も今日はねお気に入りの森下さんの曲をご用意しましたのでね、お聴きください、お、サンバすごい喋ってる、いいの？いいよ、あっという間に終わっちゃうやつそうか、それ本当にやっぱりでも場所なんだよね、やめることでもいいから、さすが、さすがですよね、このしゃこれで喋れちゃうとか言ってもら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 そうなの、場所、犬が、本当は室内が良くて屋内が良くて犬が入れる、エルバープロジェクトとつながりのとこ、こんな話をどうつながってるか、そう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 、それでずっと言ってるんだもんね、絶対、うん、なんだ、私、うん、そうですさすがだよね、すごい、なんかあと10回やったらできるっすね、あと10回やろうよ、2回目だからもうやろうよほら時間なくなるよ、しゃべるよ、しゃべるよ、入ります、あ、タイムまでバックにかけてもいい、あ、OK です、ハマで40秒くらい、ハマで、はい、じゃあハマで、よく聞いた、はい、ほらもう、あ、面白かったって休憩の間だって喋って休んでればいいのに喋んだよね、喋んない、こういう話行き急いだよ時間がないんだけどそう、今さ休憩の時にもお話ししてたんだけど、やっぱり岩原さんがやってることって素晴らしいじゃない、ね、だからもっと広めたいなとか、たくさんの人に知ってほしいなっていうこともあるからね、もうずっとずっと私前からあのズーランドのさ、ゼロワンプロジェクトでもなんかお手伝いさせてって言って、言ってるんだよね、どっかでなコラボイベントとかできたらいいね、ぜひ一緒にね、うん、一緒にできたら、うん、ね、だから本当ここの場だっていいしさ、そうそう、うん、たくさん通りすがっちゃってっていいんだから暑いなって言ったら、いろいろ問題があるから、あっちからもこっちからも早く行けって休憩時間に話しながらそう、ワンちゃんが来たらいいなってここでは言うのよ、そしたら突然向こうからどっちかとうわーってねあれ岩原さんカモンって言って呼ぶのおいでってそういう登場そうね、あのいいんだよって言ってんだけどね、誰もねやる人いないからやってみて、そう、ね、みんなねそうですかって言って、嘘だと思うのきっとね、夢物語
れと思うんだけど、私は本気だっつうの。じゃあ叶えないとね。そうよ、夢は叶えるものよ。そうでね、この間ゼロワンのイベントでライブやった時に、うん、初めてのチャリティーライブでさ、うん、でもね、来てくださった方のほとんどは犬を飼ってない人だったの。そうなんだ。実は、うん、でだけど、はい、そうなんだ。 それ結構新鮮でしょ。新鮮インパクトある。でなぜかっていうと、うん、ライブ、音楽ライブだからさ、うん、音楽を聴きに来てる人たちなんだよ。だけど音楽を聴きに来て参加できることで保護犬たちのサポートができるっていう。そう、ね、そう。あ、でまずさ、ゼロワンプロジェクトって一番言いたいことって、うん、もう概念壊したいわけ、うん、ボランティアとか寄付とか、うん、ああいうことのね、うん、なんかワンちゃん飼ってなくちゃ関わっちゃいけない、知ってなくちゃダメとか、うん、ボランティアは全部関わらなくちゃいけないとか、うん、そういうの全部いらないわけよね、うん、ライブも、そう、うん、ライブやって好きな人がそれを歌うためにワンコインを払う、はい、ありがとうって募金チケット買ってくれる、その半分は募金とか、でクリスタルもいろんなことやるんだけど、その一部は必ず保護犬にとかって言って、うん、何だか知らない間に参加してるっていうスタイルが一番よね。そう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 、ね、とにかく裾野を本当広く広く知っていただくっていう、うん、ね、意味合いではシェアドッグももう本当、うん、その通りだと思うんだよね。まだ知らないもん。そう、知られてないもんね。そのままだけね。だから例えばさ、すごく大きくなくても誰かのお家でだっていいんだよね。全然いいんだ。全然お茶会、ワンちゃんふれあいターンとかでもいいんだもんね。うん、そういうことでも本当。一緒にお散歩しようだね、うん、そう。私今なんか本番中なのにちょっと一個思いついちゃった。何言ってごらん。内緒。一緒ならだわときなさいよ。そうだよ。なんか頭が近くなんか寝る時に笑っていいこと思ってた。今度またね、放送で最近ね、狼化してるのね。狼化狼なんか狼化狼化狼化これね、伝染病じゃないかっつってどうやらなんかね、だんだん近くの人みんなこんなの結構感染力強い。男の人たちもそうなってるよね。感染力強い。感染力だから、岩原さんも感染されて感染されてだいぶね。まだ10回まで行ってないから。今日10回今日10回、ね、長いでしょ。そうだから、まあ、メディアの場っていうのもね、すごく役に立つ場だと思うのね。いや、一番いい、うん、いいよ、発信するにはねえ、うん、それがだってお役目だからさ。そう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 、うん、発信と実動とね、うん、さっきもね、うん、いろんな種類の番組をやるでしょ、はいはい、まあだから音楽もそうだし、うん、ビジネスもそうだし、ペットもそうなんだけど、うん、結局はそこにハートだったりとか、ね、思いだったりとかって共通してるんだよね、うん、さっき一番最初道の言った、うん、ワンちゃんから教わることがいっぱいあるね。ほんとそう。これを知らないのはもったいない。あと、ミチナのことほら、保護犬が来て育っていって新しい家族のとこにつなぐとこまでするじゃない。ね、素晴らしいよね。本当に尊い。素晴らしいと思う。そう。何があっても本当に。一番最初、ここから私学んでるからさ、うん、他のとこ知らずにここが初なので、うん、ああ保護犬ってこんなにみんなに愛されて生きていくんだなっていうのをすごく知ったし、うん、あと助けられる命があるってこともそうだし、うん、すごいよね。私ね、岩原さんのイベントでデイ君とフランを連れてさ、うん、お手伝いに行った時に子供たちにそのデイ君が今ここに至るまでの保護犬って、うん、こうやって、ね、保護されてこうやってうちの子になったんだよっていうお話をずっとさせていただいたのね、うんうんうん、一生懸命聞くのよみんな、うん、本当に。でお話終わった後何かお散歩の時とかに、うん、まあ、質問があったりすると、うん、子供たちが声かけてくれて、うん、保護犬をねお家に迎える時は、うん、太田先生に聞けばいいですか、うん、とかさ、そういう姿を見てまたね、うん、お母さんやお父さんたちもすごく刺激をされて、うん、もう本当に良かった良かったって、もうそういうことの積み重ねだよね、うん、そうそう、場にやっぱり場を共有するってすごくいいですね、大事なことですね。だからさ、私たち女子だからさ、うん、そういうの得意じゃん、うん、ね、そういうことだったらなんかビジネスとかなんとか大きなこととか分かんないから、それはほら男の人たちとかさそういうの得意な人たちに来てもらって、うん、勝手にやってもらってね。一生懸命やってもらって。お口が当たる。
割分担じゃん。女子の一番強いところでこうつながっていくところだから。垣根ないからね。そう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 。岩原さんもぜひ本当にぜひね。うん。また、はい、もっともっと任せてくださいよ。ねえ。そう。ハードルはね、なるべく低く低くね、うん、広く広く、そうそう、広くいとけば、あ、なんか知らない間にまたいちゃったって、なんかカモンって言っとけば。で、何をしなくちゃいけないってことがないので、うん、できることで参加してもらえばいいわけだから、本当、ぜひぜひ。ね、うん。なんか告知したこととかある、9月のそのイベントの時にね、うん、またやりますので、うん、はい、うん。ぜひ出るプランも、うん、行く行く、愛を。愛を語る、保護犬でこんなに愛されたんだよっていう愛を伝えられる人もまたなんか素晴らしいと思うねえ、うん、あ、そうそう、そういう話をしたんだよ、私そう、そうそう、確か愛されてるっていう、うん、だって全部そうだもんね、うん、救うところから含めて、うん、育てなくちゃいけないじゃない、そうそうそう、育てるもさ、普通の育てるじゃないからね、うん、怖がってたりトラウマがあったりする子だからさ、かわいそうとかさ、うん、なんか辛いとかっていうイメージがすごくあるんだけど、うん、でも実は蓋開けてみたらね、だってうちに来てる保護ワンちゃんたち どの子にだってかわいそうな子なんか一人もいないし、みんな愛されてすごく幸せな子たちばっかりだし、うん、だそういうことを伝えたいよね、うん、いつもねラジオでも言ってるけどね、そう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 、保護犬は幸せだよね、ああやって保護されたから、あとね、誰にでもできることなんだよね、うん、道だと同じことはできないよ、うん、全員はね、うん、でも関わろうと思ったら何でも、うん、そうですできるね、うん、私なんかも体力があんまりないから現場に出ていけないんだけど、なんか作ることができればそれもボランティアになるし、うん、だからもっと考えて、うん、私が何ができるだろうってみんなが考えれば、うん、やれることが増えるからね、そうだね、うん、それがゼロワンだよね、うん、そうじゃ、港区の詳細ってフェイスブックとかに出るの？あ、うん、フェイスブックに出します、うんうん、じゃあ岩原さんにコンタクトしてくれると、うん、ね、詳細わかりますね、デクのフランもいるからさ、じゃあもうちょっとより具体的にいろいろね、はい、やったらいいよ、相談しよう、そうしようで、うん、相談しよう、むにゃむにゃむにゃあったね楽しみ、こうやっていろんなことがね、いろんな人が関わってさ、うん、ね、いろんなことが始まっていくのすごいワクワクします、これでこそクリスタルでございます、楽しみでございます、座談会参加ありがとうございます、こちらこそありがとうございますありがとうございますありがとうございます、喋りたいじゃない、大丈夫大丈夫ちゃんとこれで、はい、じゃあ一部はこれで終了したいと思います、はい、ありがとうございました、はい、あ、そうですね、曲紹介は、今日はボサノバ特集でございますので、あ、いいですね、第2部につなげます、小野梨沙さんでクレア聴いてちょうだい、あ、ごめん、紹介しないで、あ、そうそう、ごめん、ほら、終わった、ありがとうございます、あんま喋んなかったよ、あなた気をつけろ、私たちのおしゃべりって